猛烈な寒波が襲ってきた中、またみぞれ交じりの中、こんなにも大勢の佐藤地域、そして企業団体関係の皆様のご来場いただき、第一声この地における出陣を行うことができます。高いところからですが、本当に皆さんから勇気と力をいただきます。今日は誠にありがとうございます。この佐藤地域は 8.20 豪雨災害、まさに被災地の真っ只中です。今日も被災者の皆様、数多くこの場に駆けつけていただいた、ご自宅、地元、ご町内、大変な中でこの式にお越しいただいた、その皆さんの一日も早い復旧復興やってほしいという願い、しっかりと受け止めさせていただきました。私は先ほど八木三丁目県営緑ヶ丘住宅横におきまして、犠牲者74名の御霊に対し献花を行ってまいりました。あの日以来、数えきれないほど通い慣れたあの現場でありますが、今日山の方を仰ぎますと、うっすらと雪化粧をしていました。あの頃は真夏の暑さの真っただ中、季節が巡り、秋が来て紅葉が来て冬に入りました。何もなければ今頃、年末年始のさまざまな楽しい行事、心待ちの事柄が被災地の皆様終わりになったんだと思います。私は先ほど花を捧げながら心中によぎったのは、政治は無力であってはいけないということです。一日も早く国が前面に立った、被災地の復旧復興、これを政治の力で実行力と即効力で進めなきゃいけない、それが犠牲者の皆様に報い、今なお仮住まいの場所で肩寄せ合い難儀をしてらっしゃる被災者の皆様、もう一度あの住み慣れたふるさとに帰って住みたいという皆様の願い、希望、それを叶える道だ、そのように確信をいたしました。あの日以来、私は現場をくまなく歩み続け、八木緑、山本、壁東、新井、峠、大林、多くの被災者の皆様のご意見をじっくりと伺ってまいりました。そして私の皆様から伺った話、これまで安倍総理に直接何回も何回もお会いをして、状況をつぶさに報告をし続けています。私の要望をもとにして、これまでにない速さで国は緊急のサポート地産事業34カ所、今月年内に工事着手します。さらに国が実質 84% 負担して、県に緊急事業23カ所実施をする。加えて私自身が自民党の座長として取りまとめた土砂災害防止法改正案、先の国会で成立をしました。都道府県任せにせず、国の関与を格段に強める内容、具体的には気象調査や警戒区域などの指定、都道府県の
作業の進み具合を国がしっかりと指導管理をし、動きの鈍い都道府県には是正命令を国が出す、その仕組みを私は案に入れ国会で成立をしたんです。これからは災害が起きる前も起きた後も地域の方々が早く危険な情報を知ることができるようになりました。もう一度このふるさとに帰って住み続けたいと思われる被災者の皆様の夢と希望と願いを叶えるのが私たち政府、そして自公の連立政権の役割です。これから一斉に緊急かつ集中的な国の事業がこの被災地一帯で間もなく始まります。膨大な国の予算が必要になる。その獲得に河合地域は安倍総理、菅官房長官とのパイプを生かし全力を挙げることを固く約束をいたします。民主党は政権を取った後、国の砂防事業費を2割近くも削減をした。そんな責任感のない政党に被災地の復旧復興を任せることは断じてできません。これまでも、そしてこれからも河合地域、自民党、公明党、そして安倍政権、力を合わせて素早い復旧復興、全力を挙げていきます。2年前のこの同じ水深さんの店先を貸していただいた出陣式、あの日も寒く暗く沈んだ天候でした。あの時の日本、経済はガタガタ、失業率は高止まり、若い人たちは就職難に遭い、行き過ぎた円高是正できず、たくさんの工場が海外に流出し、そして株価の下落がとどまることを知らず、皆さんが預けている年金、毎年の運用、巨額な損失が垂れ流しの状態でした。あの時私はこの場で皆様に約束をしたんです。民主党が傷つけた日本を必ず私たちの手で立て直します。2年が経ち、アベノミクス3本の矢、経済の先行きは劇的に変わりました。失業率は大幅に下がり、今年の春、賃上げは過去15年間で最高の水準、2年間で仕事に就いた人の数110万人も増えて、民主党時代には3年余りの間に52万人減ったんですよ。私たちはちゃんと約束を果たしつつあるんです。有効求人倍率も2倍近く上昇した。この2年間私たちは脇目も振らず、ひたすらに日本を立て直す、経済を立て直す、社会保障を立て直す、教育を立て直す、外交安全保障を立て直す、それだけを見つめて全力で走り続けてきました。ようやく皆さんの力で15年ぶりに経済成長、景気回復のきっかけが今皆さんの手の中にはあるんです。このきっかけをここで手放すわけにはいかない。私たちの日本立て直す挑戦、この2年でやめるわけにはいかないんです。ぜひ皆様の力を河合地域に与えてください。そしてもう一度この国を強くて豊かな日本へと立て直していこうじゃありませんか。日本は世界で一番いい国です。自信と誇りを持つことができる国にもう一回立て直そうじゃありませんか。そして東京ですでに始まった
景気回復の大きな波をこの広島に持ってくる、安佐南区に持ってくる、この地元に持ってくる、第三選挙区次から次まで持ってくる、これが私の今回の戦いにかける決意です。大変厳しい戦いが今日から始まります。この会場を出発し、この2日間で22カ所でそれぞれの地域の皆さんに集まっていただき、出陣式を行います。安佐南区、安佐北区、安佐北田市、北広島町、そして秋岡町、すべての地域に私の思いがあります。すべての地域に私を待っている人たちがいらっしゃる。それは私個人を待っているのではなく、本当にこの国を良くしてほしい、この地域を立て直してほしいという願いと希望を持った人たちが待っていただいている。政治は無力であってはいかない、力を持って皆さんと共にこれからの選挙戦、真正面から河合克行は挑みます。どうか皆様の力を河合克行に与えてください。先ほどメッセージをしていただいた安倍総理総裁、解散の当日、本会議の直前に官邸に呼ばれ、20分近くいろいろと話をしていただきました。帰りがけに私の手を握って、河合さん、今度の戦いはしっかりと勝ち上がりなさいよ、そう叱咤激励をされました。しっかりと勝ち上がるというあの安倍総理の思いお気持ちに少しでも近づくことができるように、そしてこの2年間日本を立て直してきたのは自民党、先ほどメッセージを送っていただいた公明党、この自公連立政権でこの日本が前に進み始めてきたんです。私たちは野党の時も与党の時もそしてまた与党になった今も、自公は固い絆で結ばれ、この戦いで一層その絆を強くしていきます。皆様の夢と希望を叶えることができるように、自公連立でこの戦いをしっかりと調整をしていきます。伊藤仁先生がおっしゃいました。私たちは守りじゃないんです。私たちはあくまで挑戦者なんです。本当にこの国が良くなった、経済が立て直った、景気回復の流れがこの広島にやってきたと皆様に実感していただく、その日が来るまで河合克行の挑戦はやみません。どうか皆さんの力を与えてください。ありがとうございました。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。河合克行候補に強い決意表明、そして皆さんへお願いを申し上げました。お二人ありがとうございます。それではですね、ここで河合克行は当選を記念いたしまして、だるまに目を入れさせていただきます。皆様、だるまにご注目。